栃木 SC は日本の栃木県宇都宮市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。登録チーム名は栃木サッカークラブである。1953年創設の栃木集球団が前身、2007年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2009年より J リーグへ加盟している。 J リーグ加盟以前より、主に商標登録の兼ね合いからチーム名の変更が検討され、新名称の公募も行われたが、J リーグ加盟にあたり、チーム名を変更せず、栃木 SC のままで活動を継続している。2013年2月、栃木 SC のシニアアドバイザーに就任した松本育夫は、栃木サンダーズなど地域を連想しやすい愛称を取り入れることを、 市案として考えているとコメントした。ホームスタジアムは栃木県グリーンスタジアム。練習場は河内総合運動公園である。運営会社は株式会社栃木サッカークラブ。マスコットはルをモチーフとして2011年に誕生したトッキーである。2021年栃木 SC 宇都宮フィールドホームスタジアムは栃木県グリーンスタジアムである。なお、 過去のホームゲーム開催スタジアムは、当該項目を参照のこと。栃木県グリーンスタジアムは、栃木 SC の J2 加盟に合わせ、2008年から3年間総額15億5500万円で、ナイター試合対応のための照明設備整備、バックスタンドの改修等の改修工事を実施しており、 2009年シーズンは改修工事に伴いシーズン当初の期間中の平日、ナイターに当たっていた第4節、第19節を栃木県外で開催した。なお、第23節も県外開催を予定していたが、照明設備が整い、栃木県グリーンスタジアムで開催した。2018年、栃木県はメイングラウンドの芝生改修工事に着手する方針を決定。 2022年に開催される予定の栃木国体を前に芝生を張り替え、競技会場の環境向上を図る。スタジアムの芝は年々痛みが目立つようになり、試合でも関係者やサポーターから芝の劣化が問題視されていた。2018年度一般会計当初予算案に芝生回収費として約8700万円を計上する方針。 2018年度から2か年かけて改修し、掃除業費は約2億500万円となる見通し。2018年度は測量設計を行い、2019年度は土壌改良を行った上で、団地型の芝に張り替える。張り替え時期は試合に影響しないよう、シーズンオフとなる2019年12月から約3ヶ月程度とみられる。一方で、栃木県。 グリーンスタジアムは現状でもスタジアムの屋根とトイレの数が J リーグの求めるクラブライセンスにおけるスタジアム基準を満たしていない。関石スタジアムとちぎとちぎ SC は栃木県が宇都宮市西川田地区に建設された関石スタジアムとちぎへのスタジアム移転の可能性も睨みながら今後の改修の方向性について検討を行うこととしている。 2020年の J2 リーグにおいては、栃木 SC が主催する21試合のホームゲームのうち5月6日の大宮アルギージャ戦を、コケラ落としとして5試合を関席スタジアムで開催することを決定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大で J リーグ主催公式戦が長期中断となったことや、関席スタジアムのコケラ落としそのものも延期され、会場メドが立っていないため、 6月に改定された新たな日程では、関石スタジアムでの主催開催は一度消滅し、すべての試合をグリスタで行うことが発表された。その後、10月に発表された11.12月の第30節以後の試合日程により、関石スタジアムで12月に2試合を主催することが発表された。2021年度は21試合の主催試合のうち、関スタで12試合、 グリスタは8試合予定している。なお、陶器場の本拠地は、グリスタのままである。練習場は、河内総合運動公園以外に、栃木 SC 宇都宮フィールド、栃木県総合運動公園や、栃木市総合運動公園陸上競技場、市会長常務が丘運動公園、桜市絹川運動公園なども使用している。2015年4月24日に、クラブは、 記者会見を行い、川内総合運動公園に隣接する宇都宮市が所有する土地にクラブハウスを建設する計画があることを発表。6月に着工するクラブハウスは総工費約8000万円を見込み、宇都宮市からの1500万円の補助金のほか、クラブハウス建設協力の会による募金活動などにより資金を調達する方向で計画を進めていた。 栃木 SC クラブハウスその後、およそ半年をかけてクラブハウスが完成。総工費は約8000万円で、敷地面積は756、35平方メートル、延べ床面積390、02平方メートル。トレーニングルームやロッカールーム、シャワールーム、メディカルルーム備えられている。また、健康教室、介護予防事業、テーピング教室、 栄養教室など、地域の方々とのコミュニケーションを図りながら、サッカーの楽しさ、スポーツの楽しさを伝えていく、ホームタウン活動の拠点として使用する多目的ルームも完備している。足利総合運動場陸上競技場を過去に、足利総合運動場陸上競技場で、行われた試合は劇的な展開をすることが多かった、ため、足利劇場と呼ばれた。2002年に、 小学生年代のジュニア及び中学生年代のジュニアユース2006年に高校生年代のユースを2007年2月には栃木県女子サッカーリーグ一部所属のブランカ FC を母体として女子チームの栃木 SC ブランカを発足させた。また栃木 SC の OB によるアマチュアクラブがあり栃木県社会人サッカーリーグに所属している。 試合開始前には、チームの応援歌ではなく、県民の歌を歌い、本拠地の栃木具の映像装置には、県民の歌の歌詞が表示される。2011年からは、勝利試合の後にも歌われるようになった。その他県サッカー協会主催のサッカークリニックへの参加、高齢者を対象とした、栃木 SC 健康教室や、栃木 SC 介護予防教室の開催、 中学校での総合的な学習の時間講演、栃木県中学校体育連盟と協力してのサッカー部の指導、栃木県サッカー協会と協力しての小学校、訪問事業、企業経営者を対象とした監督による講演会、清掃活動や緑化活動への参加などを行っている、栃木サッカークラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。